はい、どうもブラッドです。まず大谷選手についてお話しします。 USA Today のボブナイチンゲール記者の記事、今朝のものですね。ウィンターミーティング中、日本時間12月5日から8日にサインすることはない。大谷は決断の目処が立っていない。まだ1週間はかかるだろうとしています。そして MLB ネットワークのジョン・モロシ記者は、関係者の話として来週中に決まる可能性が高いと。なのでボブもモロシも決まるタイミングとしては、まあ同じようなことを言ってますね。で、これについて結構時間かかるなーっていう感想です。昨日の動画で大谷選手の交渉はもう最終局面に入っているってもうお伝えしたばっかりでしたし、ついね3日4日前の記事である記者さんが、大谷自身、自分が決まらないと市場が動かないから、ウィンターミーティング中に決まるのではなかろうかということも言ってましたし、まあ僕もその通りだと思います、思ってました。でも現段階でなんでこう1週間先になるだろうっていうのが分かってるのかっていうのが疑問です。まあ後の話にもなってきますけれども、もしかしたら5チームだけじゃなくて、それ以外にも実は候補のチームがたくさんあって、全てのチームと交渉をするのにたくさんの時間を要するっていうことなのか、あるいは何か裏があって意図的に発表を遅らせるのか、それか、まあここでボブも言ってますけど、大谷は決断のめどが立っていないってことなんで、もう単純にもう悩みに悩んでるんですかね。まあバスタオルニー記者は、もう大谷は行き先を決めているとっていうことも言ってましたけど、もう何があってと何が違うのか全然わかんないですね。まあもうこれはね、最初からそうですけど。いずれにせよまだ今週中は決まんなさそうなんで、とりあえず皆さん夜ゆっくり寝てていいんじゃないでしょうか。 あと大谷選手の発表が遅くなるっていうことでね、もう一個言いたいことがありまして、秋井瀬さんが昨日 YouTube で出した動画の中で、もう大谷さんサイドは契約先の球団を決めていると、それこそバスタオルに記者みたいなことを言ってて、でなんで発表が遅くなってるのかっていうその理由について話してたんですけれども、まあこれはね、都市伝説的なことっていう前置きはしてたんですが、簡単に言うと、このオフシーズン大谷選手が発表を遅らせて、なるべくこの話題をもうずっとずっと引っ張りたい、メジャーリーグの注目度を上げたいということですね。まあ現状がまさにそうですけど、大谷選手がこうやって交渉を続けているから、いろんな報道がまだ出続けて注目度もあるわけですよね。で、秋さん曰く、 MLB 公式の大谷選手の特集でも非常にアクセスがいいということらしいので、なるべく大谷選手は発表をすぐしないで、このメジャーリーグのオフシーズンの盛り上げを維持したい、だから大谷選手はまだ発表しないっていうことを言ってたんですよ。でもこれ僕的にはないんじゃないかなと思ってます。言ってることはわかります。多分そういう大人の事情はいろんな世界であると思うんですけど、もし本当にそういう理由であれば、 MLB がまあ大谷選手サイドにお願いしてるっていうことですよね。ただそれ大谷選手に何のメリットもないんで、あんま考えにくいんですよね。まあもし代理人が MLB サイドの人間だったら全然あると思うんですけど、まあ多分そうじゃないと思うんで、さっき言ったような大人の事情で発表を遅らせてるっていうことはないんじゃないかなと思いました。で、次いきますが、これもボブが言ってたことです。つい最近候補に上がっているドジャース、エンゼルス、ジャイアンツ、カブス、ブルージェイズのほか、少なくとももう一チーム、謎のチームが最終候補に残っているっていうんですね。いいですね、こういうの。盛り上がってくるんじゃないですか？つい最近はレッドソックス、レンジャーズ、そしてメッツが、まあ、候補から外れたっていうことも出てましたけれども、この謎のチームはその3チームのいずれかなのか、あるいは最近名前出てないですけど、ブレーブスとかフィリーズ、ヤンキースも、実はまだ候補に残っているのか、これもだん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 明かされていくんでしょうかね。まだまだこの先も大谷選手に振り回されることになりそうです。続いて、僕が大谷選手に契約してほしくない球団ランキングということでやっていきます。対象はエンゼルス、ドジャース、カブス、ジャイアンツ、ブルージェイズ、ブレーブス、レッドソックス、レンジャーズ、メッツ、ヤンキース、パドレス、マリナーズ、フィリーズ、この13球団でやっていきます。まあ、過去に1回は大谷選手を獲得するっていうことで候補に上がったことがある球団だと思ってます。このランキングで1番になったら行ってほしくない球団で、まあ、下に行けば行くほど、まあ、行ってもいいかなっていうことですね。では早速やっていきますが、まず5位から、5位がエンゼルス。
僕は常々言ってますけど、絶対にエンゼルスに残ってほしいっていうよりは DH だったりお金の問題もあるしちょっと複雑かなっていう立ち位置なんですけども、どっかに移籍しちゃうくらいだったら、まあエンゼルスに残ってほしいよねっていう感じですかね。なので契約してほしくないランキングとしては一番下にしました。では続いて第4位ですが、ヤンキース。やっぱメジャーリーグの中でこのピンストライクは別格だと思うんですよね。まあもうロースター的にねきっとないでしょうけど、やっぱ最高のプレイヤーが最高の球団でプレーするのは見たかったですね、メジャーファンとしては。あとベーブルースもいましたしね、同じ二刀流でよく比較されますけれども、まあそういうつながりもあってヤンキースは移籍先のチームとしてはまあ一番いいんじゃないかなと僕の中では思いました。続いて第3位ですけれども、3位はいろいろです。レッドソックス、ブルージェイズ、マリナーズ、レンジャーズ、ブレーブス、メッツ、フィリーズ、カブス、パドレス、この9球団はいずれも全然悪いイメージはないですし、まあどこ行ってもいいかなっていう感じです。で続いて2位なんですけれども、こっから悪い理由が出てきます。第2位はジャイアンツ。まず理由1はユニフォーム似合ってないと思うんですよね。なのでまずそこがマイナスで、それ以上にこれが1番ですね、ホームランが激減しそう。まあ、これ見てほしいんですけれども、今年大谷選手ホームラン44本打ちましたけれども、もしも各球団の本拠地でずっとプレーをし続けていたら一体ホームラン何本になっていたのかっていうことですね。で一番右下のジャイアンツ一番少ない34本。確かにオラクルパークスプラッシュヒットめっちゃかっこいい、めっちゃ気持ちいい、あのボールに群がる人たちもねわーっと大谷選手話題になるでしょう。でも大谷選手はきっとホームランにねこだわり持ってると思いますし、ファンとしてもやっぱねこう記録が積み重なっていくのが少ないよりは多い方がいいじゃない。そうやってキャリアの成績に大きくマイナスになるんじゃないかなと思いましたんで、ジャイアンツは嫌だなと2位にしました。さあそして最後いよいよですね、残り第1位はドジャース。これはもう一言、面白くない。もう毎年毎年ポストシーズンに行ってもうずっと強いのに最強選手連れてきて面白くない。まあそもそもね今予想としても、まあ僕も予想ドジャースにしてますけど、みんなドジャースって言ってます。そんな中みんなの予想通りにドジャースに落ち着きました。全然面白くない。もうエンタメだから、やっぱどんでん返しみたいのがあった方が面白いでしょ。もちろん大谷選手の選択なんでそれは尊重するんですけれども、やっぱそのチームがドジャース、これは面白くない。もう全部うまくいってますから、普通で勝ち続けるのなんて無理ですよ。ドラフトの指名権はね後ろの方になるし、どっかで強い時期が切れるはずなんですけど、ずっとポストシーズン。ドジャースの組織の記事見ましたけど、素晴らしいチーム、育成だったり、まあその他分析とかね、いろんな設備とか、もういらないでしょ大谷さん。もうこれ以上何が欲しいの。あとドジャース気に入らないのはね、エンゼルスと同じ LA、 この LA 同士のコントラストがやばすぎる、光と闇。なぜ同じ LA でこうも違うのか。で絶対にねドジャースファンはエンゼルスのことバカにしてる、それも気に入らない。だからドジャースに行ってほしくない。あと結構ドジャースのユニフォーム似合ってるっていう人いますけど、似合ってないよこれ、やっぱ赤でしょ。いやわかりますよ、ドジャースもヤンキースと同じように名門ですけど、でもそれ以上に僕はドジャースが嫌。わかってます、ただのやっかみです。でもそういう個人的なランキングなんで、今回第1位ドジャースとしています。移籍先の予想もドジャースですけれども、外れることを祈っています。はい、では続いて超朗報、贅沢税クリアでした。エンゼルスはシーズン中トレードで選手何人か持ってきたんで、1回贅沢税は明らかに超えたんですけれども、その後ウェーバーだったり、まあ、スタッシを制限リストに入れたりして何とか贅沢税以下にしようとしてましたが、今回ようやくはっきりしました、贅沢税クリアです。贅沢税今年は基準額2億3300万ドルだったんですけれども、その以下に抑えたってことですね。で報道によると基準額に達するまであと3万ドルだったそうです。もう本当はあとちょっとギリギリでしたね。で今回贅沢税をクリアして何が良かったかというと、大谷選手に休養を出して拒否されました。でそんな大谷選手が今後他のチームと契約をすると保証のドラフト指名権が与えられます。これもし今回贅沢税を超えているってなってたら、ドラフトの4巡目後の指名権がもらえたんですけれども、今回贅沢税をクリアしましたので2巡目後、
まあ、厳密に言うとそこにある戦力均衡ラウンド B の後なんですけれども、これをもらうことができます。だからもらえる指名権が、まあ、大体二回り早くなったってことですね。あとその他で言うと、大谷選手みたいに QO を提示されて拒否した選手をこのオフ FA で獲得しようとするとペナルティが課されます。ただこれも贅沢税を超えるか否かでペナルティの重さが変わるんですね。具体的に言うと、贅沢税を超えていた場合、保有する指名権のうち2番目および5番目に高い順位の指名権を失う、2つ失うんですね。でそれプラスさらにインターナショナルボーナスプールも100万ドル失うと。このプールっていうのは海外 FA の選手と契約するのに使う上限額です。そして今回のエンゼルスのように贅沢税以下に抑えていた場合は、2番目の指名権そしてボーナスプール50万ドルを失うことになります。だからペナルティ減ってますよね。でこの QO 提示選手っていうのは、今残ってるのはスネルにベリンジャー、チャップマン、あとジョシュ・ヘイダー、そのぐらいですかね。で先日スネルをエンゼルスが狙ってるっていう話もありましたし、そう考えてみても今回贅沢税をクリアしたっていうのはエンゼルスにとっては大いに意味があります。あと贅沢税をクリアしたメリットがね、最後にもう一つ、今当たり前すぎて説明してなかったんですけれども、贅沢税の基準額を超えた分そこに課税されて支払わなきゃいけないっていうペナルティがあるんですが、これは贅沢税を超えるシーズンが連続で2シーズン3シーズンと増えていくたびにそのペナルティが重くなります。なので今回贅沢税をクリアしたっていうことは、このオフ来季に向けてよりアグレッシブにお金を使えるんじゃないかっていうところですね。今回こうやってはっきりしたことで、まあ一番喜んでるのがオーナーでしょうね。でロースター構築にも関わってくるので、きっとミナシアン GM も喜んでるでしょう。もう今ねウキウキハッピー状態だと思うんで、このままノリに乗っていい補強をしていってほしいなと思います。続いてマルドナードに興味を持っていると報道が出ています。いりません、おハッピースタッシーおハッシーでいきます。はい、まあ、キャッチャーっていうとね、去年今カージナルスにいるウィルソン・コントレラスを狙ってる、オファーを出したっていう報道をね思い出しますけども、あれも結構びっくりしました。もう僕的には2023年オハッピーとスタッシーで行くぞって思ってましたから。でも今考えるとあれは理解できます。まだ2022年オハッピーは5試合しか出てないですし、オハッピーはマイナーで経験を積ませて、コントレラス、スタッシーで2023開幕を迎える、まあそれはね理解できるんですけど、もう今は状況違うでしょ。オハッピー51試合出ました。打つ方で貢献できるとこも見せました。でオハッピーは絶対外せないでしょうから、もうマルドナードを加えるとするとスタッシーも切らなきゃいけない。でタイスも一応いるからね、この2人を切ってマルドナード入れる、いやありえないでしょう。だったら僕断然スタッシーがいいと思いますね。まあこのマルドナード獲得はきっと実現しないとは思いますけどね。まあもうこの報道が出ること自体嫌っていうことで言わせていただきました。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。レッツゴーエンジェロー、さよなら、バイバイ。